前橋二子山古墳は、群馬県前橋市文京町にある前方公園墳、天川二子山古墳とも、二子山児童公園に保存され、国の史跡に指定されている。前橋大地の東端に位置し、前方部を西北に向ける。前橋天神山古墳や、八幡山古墳と共に、朝倉、広瀬古墳群を構成する。 噴球は二段築成で、河原市の吹石が見られる。全長に比べ前方部の幅が大きく、くびれの少ない形をしている。埋葬施設は不明であるが、かつて石室の一部が崩落して開港したとの伝承がある。また、東古墳出土とされる人物埴庭が東京大学に所蔵されている。昭和2年に国の史跡に指定された。 1980年94年に幅35メートルの周堀が調査され、副度に6世紀中央の高架火山灰である HRFP が堆積していたことから、6世紀中央以前に築造された可能性が高い。6世紀後半代に前橋大地に強大な勢力を誇った豪族、日本各地の大火の改新関連の記事に出てくる朝倉市の祖父。 あるいはその一族の有力豪族の墳墓とみられる。萩原作太郎の双子山付近という死日本古墳が登場している。大塚初重、小林三郎編、俗日本古墳大辞典東京堂、出版2002年438ページ。図説日本の史跡二元史に原始に P79 前橋市教育委員会文化財、保護家、群馬の古墳時代はここから始まった桜。 広瀬古墳群2013年6月12ページありがとうございます。